星野裕二は、日本の男性総合格闘家。東京都大田区出身。和実継修会ゴッズ所属。元刑事ホースフェザー級王者。伝統派から手、レスリングをバックボーンに持ち、スピードあるタックルと空手をアレンジした鋭い打撃が、持ち味。タイガーマスクに憧れ小学3年生で、伝統派から手をはじめ中学まで続け、高校入学と同時にレスリングをはじめ、 国士館大学卒業まで続けた。2000年7月29日、パンクラスネオブラッドトーナメントでプロデビュー。決勝で渡辺大輔を下し優勝を果たした。2001年6月26日、パンクラスで北岡悟と対戦し、3から0の判定勝ちを収めた。2001年10月30日、ミドル級キングオブパンクラスタイトルマッチで、 ネイサン・マー・コートと対戦し、三角締めで一本負けを喫し王座獲得に失敗した。2003年7月13日、新、格闘技の祭典で、小野武とデモリションルールで対戦し、小勝ち。2004年10月30日、ディープウェルター級トーナメント準決勝で、中村大輔と対戦し、右ストレートで小負け。 2007年6月9日、ライト級転校初戦となった、ケージフォース03で、キム・ジョンマンと対戦し、1から1の判定で引き分けた。2008年6月22日、ケージフォース07のケージフォースフェザー級、王座決定トーナメント1回戦で、アントニオ・カルバーリョと対戦し、3から0の判定勝ち。9月27日、ケージフォース08の準決勝で、 山崎剛と対戦し、アームロックで一本勝ち。12月6日、刑事ホースレ級の決勝で、ウィッキー・サトシセイと対戦し、3から0の判定勝ちを収め大座獲得に成功した。2009年11月7日、戦局初参戦となった戦局第11陣で、マルロン・サンドロと対戦し、右フックで小負け。2010年3月7日、SRC12 で、 ニック・デニスと対戦し、フロントチョークで一本勝ち。2012年3月10日、初参戦となったシュートで田村秋都と,と対戦し、3から0の判定勝ちを収めた。2013年3月16日、シュート間太平洋ライト級チャンピオンシップで、八千雄介と対戦し、0から3の判定負けを喫し王座獲得に失敗した。 2015年11月22日、ZST49 に中原太陽とのタッグマッチで参戦した。ありがとうございます。